あと一歩のところで女子チームも屋上に上がってきてしまった。それでボルトは最後の手段を取ったんだな。これ口寄せの術。口寄せ、下人にもなってない生徒がそんな高等な術。授業では口寄せの仕組みを教えただけで、実際に使えるようになったわけではない。じゃあ失敗したんですね。それがとんでもないものを呼び出したんだな、これ。それってまさか。そのまさかさ、例のヌエだよ。と言ってもボルトの口寄せが成功したわけじゃなく、チャクラが混戦して異界より偶然体の一部が現れたといったところだろう。実際あの時は俺にも何なのかわからなかった。螺旋丸。あんたの活躍はどうでもいいのよ。結局校舎も崩れちゃったんだし。